こんにちは。GIS のグローバルビジネス百科事典、アシスタントの村上です。このチャンネルは、グローバルコンサルティング企業である GIS 株式会社が、世界でのビジネスを通じて培ってきた経験の中から、楽しい情報、役に立つ情報をお伝えしています。今回は、お塩をテーマに、お酒との相性や、フランス・ゲランドで取れるアラ塩の紹介となります。最後までゆっくりとお楽しみください。はい、村上さん、今日お塩っていうテーマでお話をしたいんですよ。で、はい、お塩ってやっぱ生きていくために、はい、お水とお塩があれば何日か生きられるみたいな話があって、はい、なので、まあ、食っていう中ではすごく大切な食べ物、うん、はい、っていう、まあ、食べ物って捉えるか調味料って捉えるかっていうことですけど、はい、まあ、体に必要な栄養分っていうかミネラルとかは入ってるっていうところだと思うんですよね。はい、で、わしが若い頃、まあ、本当に大学生の頃なんで今から30年ぐらい前っていうところで、はいはい、当然当時もお酒好きな人がいっぱいいて、はい、で、わし結構現場系のアルバイトをしてたりとかしたんで、ああ、はい、結構ね、一緒にお酒飲みに連れて行ってもらったりっていうのは結構今でも思い出に残っていて、で、その人たちがやっぱお酒の本当に好きな人が結構いっぱいいて、はい、で、その人たちに教えられてたのが、はい、本当の酒好きっていうのは酒は塩をつまみにして飲むんだって聞いたことがあるんですよ。はい、なので私当然当時は若いし食欲もいっぱいあるし、はい、いろんなもの食べたいし、はい、なんで、はい、こういろんなもの食べながらお酒も当然美味しいと思いながら飲んでたんですけど、はい、自分は本当の酒好きではないんだ、食べ物を、ね、食べると、なので本当は塩でお酒飲まなきゃいけないんだみたいなのがね、潜在意識としてあったんですよ。へー、うん、で、はい、この会話のために、はい、インターネットでお酒とお塩っていう風に調べてみると、はい、マスの上にお塩を持って、はい、はい、飲むっていうのは結構今でもあのインターネットで見つかるんですよ。で、写真でマスの角のところにお塩があるじゃないですか、はい、なので、まあ、こういう感じで飲んでそのお塩を舐めてっていうことなんですけど、はい、で、私がね、学生の頃は人差し指と親指の間にこうくぼみがあるじゃないですか。あ、はい、はい、うん、なんかよくこうマッサージ屋さんとか行くとこうマッサージしてくる、そうですね、くぼみの上にお塩を置いて飲むのが本当の酒好きって言われていて、はい、で、これをね、私インターネットで検索したんですけど、はい、あの今はね、そういうお酒の飲み方ほとんど見つからないんですよね。はい、はい、ふんどしをしてこう鉢巻きを締めたような人の写真があるじゃないですか、はい、こういうイメージでこういう人があぐらかいて座って、はい、で、お塩を手に置いてこう飲んでるっていうのがあったんで、はい、見せてもらったの覚えてるんですよね。なので、まあ、昔はまあまあこういう話はあったのかなと思ってるんですよ。はい、で、それ以来ですね、お塩に合うのってやっぱ日本酒かなと思うんですけど、うん、お酒とお塩の組み合わせって結構私ずっと探索してるんですけど、はい、日本のお塩ってやっぱ精製度が高くて、はい、ちょっと舌につくような辛さっていうお塩なので、まあ、お酒飲んで本当に美味しいなっていうのはなかったんですよ。はい、うん、で、ある時ですね、はい、あのフランスで仕事をしている時に、はい、フランスの地図があると思うんですけど、はい、これ大西洋側の地図なんですけど、はい、真ん中に緑の丸い A っていうのがあって、はい、で、ここゲランドっていう町なんですけど、はい、塩作りで有名な町なんですよ。はい、塩田のあの写真があると思うんですけど、ここで塩をね、はい、陶器かなんかで吐きながら水を蒸発させて塩にするんですよね。へー、うん、で、まあ、本当に自然のそのままのやり方で今でも作っていて、はい、できた塩がね、こう粗いお塩で、はい、こう黒いんですよ。はい、はい、で、これその海岸のミネラルが入ってるんで黒いんだっていうふうに聞いてるんですけど、あ、そうなんですね。へー、この辺りで仕事してた時にこれをこういろんな料理に使ったりとか、はい、あ、はい、まあ、野菜につけたりとかそういうことを教えてもらったんですよね。はい、うん、で、このお塩が本当に舐めるだけで美味しいんですよ。はい、へー、
マイルドな感じがして、はいはい、これはお酒に合うと思って、はいはい、でただね、いまだにその日本酒とこれをこう、はい、手の、はい、あの甲のところに置いて飲むっていうことはやったことないんですけど、はい、これもう本当私の生活の必需品みたいな感じで、はい、生野菜をこれちょっと乗っけて食べたりとか、あ、はい、うん、バーベキューとかするときに下味にこれを使ったりとかしてるんですよね。はい、であとね、飛行機に乗るときもこの塩だけを持っていくんですよ。あ、そうなんですか。で、うん、で空港でなんか健康に良さそうなナッツとかそういうのあるじゃないですか。はいはい、塩味控えめとか日本だとそういうのあるじゃないですか。そうですね、うん、そういうのを買ってきてこのお塩と一緒に食べたりとかしてるんですね。へー、はい、でもそれだけで本当に、あ、美味しいと思って食べられるんで、はい、かなりおすすめなんですね。あ、そうなんですね。はい、でまあ、今後いろんな食べ物の紹介をしていきたいと思うんですけど、はい、私このお塩と合わせて食べるっていうのは結構いろいろあって、はい、で早い段階でこのお塩は紹介しておきたいなというのがこの回の趣旨なんですよ、うん、はい、はい、でこれね、日本でも結構普通に買えるんですよね。あ、そうなんですか。はい、うん、前の小川さんも、あの、はい、私このお塩の話をして、はい、そしたら自分で食べてみて美味しかったとか言って、バケツで買ったとか言ってたんで、はい、うん、なのでアマゾンとかにもあるんじゃないかなと思ったりするんですけど、はい、うん、なのでちょっと調べてみて、もしよかったら味わってください。ぜひ、はい、はいはい、でも本当にこのお塩一つで食べ物の楽しみ方ももう全然変わってくるし、はい、同じもの食べても美味しさも感動も全然違ってくるし、はい、でお酒との組み合わせもなんか本当に美味しいになってくるんですね、うん、で、はい、まあ、あの今度日本に帰った時にはもう無理やりでもこう手に置いてこれ、はい、日本酒を飲もうというのが私の計画なんですけど、はい、はい、あ、村上さんってそのお酒っていうとどのあたりが好きなんですか？日本酒とかそのビールとかワインとかいろいろあると思うんですけど、はい、私はもう基本的にワインです。あ、なるほどね、はい、ワインにはねちょっとこれをワインをっていうとちょっと強いかなと思うんですけど、何かの、うん、なんかに合わせてっていうのがいいんじゃないかなと思って、うん、はい、イタリアにいる時なんかはこう、はい、オリーブオイルにこのお塩をでパンにつけて、オリーブオイルをパンにつけてっていうのはイタリアでかなり普通にあるんですよね、はい、でそのお塩を振って、でこれ粗挽きなんでちょっと溶けるのを待つんですよ、はいはい、なかなかそのオイルなんで溶けないんですけど、あ、そうなんですね、はい、うん、で味がこう浸透してくるのを待って食べたりすると、はいはい、ワインにも全然合うし、あ、美味しそう、うん、なのでそういう楽しみが増えてくるんで、まあ、一つの、はい、あの話題と思って、まあ、日本でもねもうみんな知ってる人は多いと思うんですけど、はい、まあ、フランスでこれ好きだって言うとやっぱみんな喜んでくれるし、はい、旅した時のその楽しみの一つにもなるんで、はい、おすすめっていうことです。はい、はい、ありがとうございます、はい。